セブレット解放区の酒井です。本日の雑談は昨日のライブの感想ということで少しお話しさせていただきます。昨日ライブをやらさせていただいたんですけど、参加していただいた方ありがとうございます。本当に嬉しかったです。いろいろコメントもいただけて、なんかやってよかったなというふうに思っています。で、感想ということで、何よりもすごい緊張したっていうことを、まずあれ、やっぱりこう人前でこう作業するっていうのは、やっぱりこうなんかシークリップのとことか、まだ曲がってしまったらちょっとあれだなとかっていろいろ思いながらさ、ライブをやらさせていただきました。で、その中で2時間ぐらいでミッション組み立てれるなと段取り組んでたんですが、ちょっと最後できなかったんです。最終的にシフトフォークの、そのシフトフォークゲージを使ってシフトフォークの調整、ここの調整ですかをするっていうところまでがちょっとやれなかったんで、そこはちょっと僕の段取りがうまいことできてなかったっていうことで、また今度そこのシフトフォークの調整っていうのはライブもしくは動画としてアップさせていただきたいと思ってます。で、裏話っていうわけではないんですが、そこの僕がドキドキしてたのは、どこが一番ドキドキしてたのかっていうのは、やっぱりサードギアのシフト、シークリップ、あそこはやっぱり取り付けっていうのがそのミッションの中で取り付けないといけないんで、あそこがちょっと緊張してましたね。緊張というか、できるけどちゃんとその短い時間でというかっていうところで思ってたところですね。あとすごい嬉しかったのは、カウンターギア のベアリング、圧入してこう熱膨張させてベアリングを入れる、2個入れないといけないんですけど、それが結構スムーズに入った。ちょっと叩いたんですけど、その後もベアリングに損傷はなく綺麗に入ったんで、あれは良かったなと思いますね。あとちょっとその作業していく中でびっくりしたのは、カウンターシャフトの C クリップ、要はカウンターシャフト、カウンターにベアリングを入れるために外さないといけないギアがあったんですよ。そのギアを外すときに C クリップを、もうあそこのエンドプレイ、クリアランスエンドプレイに関してはもう前、ちょっと前の動画でもアップさせていただいたんですけど、もう規定内に収まっているので外す必要ないと思ってたんですけど、ベアリングをつけるときにそのギア自体、クラスターギア自体をこうバーナーで炙るって言ったときにギア外さないといけないって、あれはちょっと僕びっくりしてたんですよ、実は。で、Cクリップもし曲がってしまったらもうそこで作業ストップになりますので、はい。あとやっぱりこうライブで見て人前でやるっていうのは焦っちゃいますね。焦ってこう作業がうまいことできない、うまいことができないというか、だからちょっと無謀なことでもあるんですけど、僕自体はすごく昨日は良かったです。本当にありがとうございますで、今後もこういった形で、ライブという形でこう作業しているところをどんどんアップしていきたいなと思ってますので、ぜひぜひお時間ある方は LINE アカウント、 LINE 公式アカウント登録していただければ、僕はライブする前、ちょっと突然のライブになってしまうんで、結構なかなか時間こう事前にっていうのはできない。今回は1日前ぐらいに発信できたんですけど、なかなかこう1週間前とかにはなかなか予定が、段取りが立てれないので、連絡取れない場合はありますが、なるべくは早めに連絡はしたいと思いますので、よければ LINE 公式アカウント概要欄貼っておきますんで、登録していただければと思います。そうですね、なんか僕自体こう人前でこう作業するというのがトラウマというか、あんまり好きな作業ではないというのを、バイクやってた時にそう思ってたんで、そういった形をまた今後少しバイク屋さんから離れて、こういった形で YouTube という形でまた新たに挑戦することができ、挑戦というか自分で勝手にやってるんですけど、することができて嬉しいですよね。
で、まあ、なんとか自分でき、まあ最後の最後決定も完璧っていうところまではいけなかったんですけど、ある程度こうカウンターとメインとクリアランスエンドプレー測った上で、まあ、組み込めたということで、なかなか自分では満足してますね、昨日のライブに関しては。だからこれからもいろいろエンジン、ちょっとエンジンまではちょっとライブで組み立てるということはできないのかもしれないですけど、まあちょっとそういった形で、まあこの面白いのは僕だけになってしまってて申し訳、ちょっと分かんないところあるんですが、そこはまだこういったことを知ってる人っていうのが、まあ、なかなかまだ少ないですよね。だからどんどんバイク屋さんとかも YouTube で発信して、まあ、こんな作業してますよとか、こういう修理してますとかっていうことを、まあ、発信していただいたら、楽しい、いろいろみんなの勉強になるのかなとは思うんですけどね。けど、まあ、対面修理、まあ、例えば昨日のミッションであったとしても、そのミッションを修理 してるときに、例えばその修理を依頼したお客さんが来た時は、その人の前でやっぱ修理をしないといけないと思うんで、まあそういったことも、バイク屋さんはきっと慣れてるとは思うんですよね。だからちょっと YouTube というちょっと別の形で、またこうやって対面というか、まあ、ライブという形で修理をできるっていうのは、このやっぱりこうインプットをアウトプットをもう本当にこう頭の中をこう回転させて作業するっていう、こういう変なとこ見せたらやばいとか、そういったことを、だからインプットのインプットの仕方っていうのがやっぱり強烈になってきますよね。ちょっと曲がっていってもいいやとか、そういうわけにはいかないので、だからどんどんこう自分のスキルアップ目指している人っていうのは、インプット自分でして、その後、まあ、YouTube とか、まあ、Facebook、SNS でも良いとは思うんですが、そういうところでアウトプットしていくっていうのはいいのかなと昨日は思いましたね。なんかすごい達成感あったんですよ。あのあと2時間きっちりで終わらさせていただいたんですが、あのあと少し食事行ったんですけど、なんかやっぱりちょっと良かったですもんね。あ、やった感ありましたもんね。頑張った、ここの、ライブをやるという日に合わせていろいろ準備して、頭の中もこうしよう、足をこうしよう、こうしようということをすごく考えて、でそのライブに挑むということで、で、その後の食事の時でも、少し前友達と行ったんですけど、ちょっといろんな話をして、なかなかこう自分ではすごいこう、達成感があったんで、すごくいい食事ができたんですよ。なんかそういった形で、ショベルヘッドと付き合うことができて、なんか良かったと思います。本当にありがとうございます。本当もう見ていただ、それをもう見ていただいてっていうところで、そんな見て、そんなこんなことが僕は起きるとも思ってもいなかったんで、この YouTube を始めなければ。だからなんかすごく皆さんに感謝ですね。だから今後もこう今エンジンやってて、エンジンまた多分壊れると思いますので、そのもし壊れた時にはまた下ろして、下ろしたり組み上げる時には、もう動画はもうほぼコンプリートに近い状態、自分の納得の動画っていうのは出来上がりつつありますので、次からはどんどんもうバラす時のライブという形で、どんどんライブやっていけれたらいいかなと思うんですよね。ライブというか、カメラ立てて、そのまま普通に作業、今からこれやりますねみたいな感じで作業をどんどん公開できたらいいなと思いましたね、昨日は。なんかちょっと自信じゃないですけど、なんかそういう気持ちになりましたね。昨日までは、あれこうしようこうしないといけない、ああしないといけないっていうふうに思ってて、できるかな、これ失敗したらどうしようなんていうふうに思ってたんですけど、昨日それができて、ライブ自体に慣れてこればもう少し手の方も早くなったりとか、できてくなっていうことが思えたんですよね。だから、こんな作業にしがいいよ、こんな作業してほしいとかっていうことをもし言っていただければ、そういったライブ、そういったライブ動画っていうのもなんかお答えできればいいのかなっていうふうにも思います。ちょっと嬉しいからちょっと天狗になっちゃってるのかもしれないですけど、そんなふうに思いました。だから今後は、今後もずっとこの動画撮り続けていって、ライブも織り交ぜていってっていう風に活動していきたいと思っています。昨日ライブ参加していただいた方、本当にありがとうございました。
はい、本日の雑談終わります。失礼します。